ようございます。声出なさすぎやろ自分。寒くない？マジで寒いの。裏起毛着ちゃってるもんね、今。足だけ寒い。こたつ出そうかな。って言っても今、まあまあ。まあまあの気温か。鼻かゆい。昨日からずっと鼻かゆい。寒いからか。寒いと鼻かゆいんか、私。寒いからかって言ってるけど。よいしょ。昨日の続きからなんだけど、どうしようかな。線が先にやっとこうかな。昨日1個忘れてたんだよね。2時間ぐらいで一旦区切って飯食ってまた配信再開とかになりそうな気もするけど、クリエイトやおおはよう。寒いね。クリエイト、ダイナさん朝早くない？いつも何時に寝てるの？朝早い？そう？今日何時にツイートしてたっけ？言うて9時過ぎじゃない？ 10 時ぐらいにツイートしてなかった？早いかな。まあいつもってかちょっと前と比べるとあれだけど、でも最近1時ぐらいに寝て、今はちょっと睡眠深い時期だから9時間ぐらい寝てんじゃない？だいたい。早いとき8時ぐらいからなんかしてるかな。昨日とか8時だったかな。普通じゃない？なんなら普通よりちょっと遅いぐらいじゃないか。クリエイト、あ、今はそんなでもないのか。ちょい前来早いなと思って。んだっけか、7時ぐらいとかのとき。5時起きとかはしてないけどな。多分ね、それ寝てないだけだと。昼夜逆転生活してたから、その時かもしんない。えらい早起きだなって思ったら寝てないだけっていう。クリエイト、あ、そういうことか、うん、わら。多分、4時とか5時とか、そこら辺にツイートしてた時期は多分寝てない。クリエイト、そうそうその時期。ああ、したら寝てない時期だね。てか、なんか、遊んでた。遊んでた時期だね。とか、バロの世界大会見たりとかしてたからかな。そこら辺からだいぶ崩れてたから。
相馬、ふんどし。ふんどし。クリエイト、相馬さん。おはよう。ソバローの世界大会見てた。相馬、おへよう。おへよう。バロのインド人の人も実装されたんかな。そうまね、インドの顔してるかな。顔はもう出てたでしょ、ムービー出てたからね。クリエイト、おじさんよくわかんないんだけど、ブアロってあれもクムキとか狙ってできん、イカ役。そうま、公開されたキャラはインドの顔じゃなかったね。当たればラッキーみたいな感じ。インドの顔じゃなかった。まあ、言うてって感じよな。想像するインド人の顔、ザ・インド人って感じの顔ではなかったかも、確かに。でももうバロね、最近やってないんだよね。やってない理由は特にないけど。DVD のイベントとかもあったし、まあ、なんか他にもやりたいゲームがいっぱいあって手出せんってないって感じかな。あとクリエイト人を誘うのめんどくさくなって始まってしまった。あー、アバウォッチね、まあ、なんか違うから同時にやってもいいんじゃない、交互に。なんだ。お、ゆうくん、おはよう。ありがとう。あ、クロマキー抜くの忘れてたわ。待って、さ、これ出てるかな。出てる。レオくん、ダイナチュアン、ルパンダイブ。ダイブしないよ。出るか。あ、出てんだ。すっげー下に出てない。飯テロガチャするとどこに出る？ちょっと待って。あ、裏に出んだ。見えんだな。ちょ、待って。これかな？これじゃないっぽいな、でも。あ、いや、でもこれっぽいな。一番上にやっとこう。でもう一回確認しよう。これね、ちょっとチャンネルポイントの確認するわ。あ、クールダウンでした。ここくっつけん方がいいかな。目え、どこ出てなくない？
これか。一番上。いいや、ちょっと後で。みんな朝ごはんちゃんと食べた？うちは食パン生で1枚ペロって食ったぐらい。さっき始まる前に。なんかめんどくさくなっちって目玉焼きとか作んのいっかーって思ってオーブンで分するのもめんどくさくなっちゃった。そうま食べて偉い偉い。そう食べんよりいいかなって思って。てかね正直ね30分ぐらいねずっと BGM 探しててエレクトロスイングっていうジャンルの音楽がフリーでないかなって思って探してたんだけどあんまりなくってさ。短時間流すんだったらいいけど長時間やっぱこうやって配信してるからね。エレクトロスイング好きね。いいよね。そうあのうちも CD いくつか持ってて結構好きなんだけどフリーで作ってる人がおらんからそんなにないのかって思って断念して昨日と同じやつ結局30分40分ぐらい使ったけど結局帰ってきちゃった。EDM のなんかこう大好きな人間だからさハウステクのエレクトロスイングあたりを一時期ずっと聴いてたから欲しいなって思って。あとはあれかケルトとかもなんか久々に聴こうかなって思ってケルトもないかなって思ったんだけどケルトもなかったんだよね。あんまりThank you.
ようございます。声出なさすぎやろ自分。寒くない？マジで寒いんだけど。裏着も着ちゃってるもんね今。足だけ寒い。こたつ出そうかな。って言っても今まあ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 の気温か。鼻かゆい。昨日からずっと鼻かゆい。寒いからか。寒いと鼻かゆいんか私。寒いからかって言ったけど。よいしょ。昨日の続きからなんだけど、どうしようかな。線が先にやっとこうかな。昨日1個忘れてたんだよね。よいしょ。2時間ぐらいで一旦区切って飯食ってまた配信再開とかになりそうな気もするけど、いつも何時に寝てるの？朝早い？そう？今日何時にツイートしてたっけ？言うて9時過ぎじゃない？10時ぐらいにツイートしてなかった？早いかな？まあいつもの、いつもってかちょっと前と比べるとあれだけど、でも最近1時ぐらいに寝て、今はちょっと睡眠深い時期だから9時間ぐらい寝てんじゃない？だいたい。早い時8時ぐらいからなんかしてるかな。昨日とか8時だったかな。普通じゃない？なんなら普通よりちょっと遅いぐらいじゃないか。クリエイト、あ、今はそんなでもないのか、ちょい前以来早いなと思って。だっけか、7時ぐらいとかの時？5時起きとかはしてないけどな。多分ね、それ寝てないだけだと。昼夜逆転生活してたから、その時かもしんない。えらい早起きだなって思ったら寝てないだけっていう。クリエイト、あ、そういうことか、うん、わら。多分4時とか5時とかそこら辺にツイートしてた時期は多分寝てない。クリエイト、そうそう、その時期。ああ、したら寝てない時期だね。てかなんか遊んでた。遊んでた時期だね。とかバロの世界大会見たりとかしてたからかな。そこら辺からだいぶ崩れてたから。
相馬、ふんどし。ふんどし。クリエイト、相馬さん。おはよう。そばろうの世界大会見てた。相馬、おへよう。おへよう。バロのインド人の人も実装されたんかな。そうまね、インドの顔してるかな。顔はもう出てたでしょ、ムービー出てたからね。クリエイト、おじさんよくわかんないんだけど、ブアロってあれもクムキとか狙ってできん、イカ役。そうま、公開されたキャラはインドの顔じゃなかったね。当たればラッキーみたいな感じ。インドの顔じゃなかった。まあ、言ってって感じよな。想像するインド人の顔、ザ・インド人って感じの顔ではなかったかも、確かに。でももうバローね、最近やってないんだよね。やってない理由は特にないけど。DVD のイベントとかもあったし、まあ、なんか他にもやりたいゲームがいっぱいあって手出せんってないって感じかな。あとクリエイト人を誘うのめんどくさくなって始まってしまった。あー、アバウォッチね、まあ、なんか違うから同時にやってもいいんじゃない、交互に。なんだ。お、ゆうくん、おはよう。ありがとう。あ、クロマキー抜くの忘れてたわ。待って、さ、これ出てるかな。出てる。レオくん、ダイナチュアン、ルパンダイブ。ダイブしないよ。出るか。あ、出てんだ。すっげえ下に出てない。飯テロガチャするとどこに出る？ちょっと待って。裏に出んだ、見えんだな。ちょ待って、これかな。これじゃないっぽいな。でもあ、いやでもこれっぽいな。一番上にやっとこう。でもう一回確認しよう。これね、ちょっとチャンネルポイントの確認するわ。あ、クールダウンでした。ここくっつけん方がいいかな。目え、どこ出てなくない？
これか、一番上。いいや、ちょっと後で。みんな朝ごはんちゃんと食べた？うちは食パン生で1枚ペロって食ったぐらい、さっき始まる前に。なんかめんどくさくなっちゃって、目玉焼きとか作んの。いっかーって思って。オーブンでブンするのもめんどくさくなっちゃった。そう、ま、食べて偉い。偉い。そう、食べんよりいいかなって思って。てかね、正直ね、30分ぐらいね、ずっと BGM 探してて。エレクトロスイングっていうジャンルの音楽がフリーでないかなって思って探してたんだけど、あんまりなくってさ、短時間流すんだったらいいけど、長時間やっぱこうやって配信してるからね。エレクトロスイング好きね、いいよね。そう、あのうちも CD いくつか持ってて結構好きなんだけど、フリーで作ってる人がおらんから、そんなにないのかって思って断念して、昨日と同じやつ結局30分40分ぐらい使ったけど、結局帰ってきちゃった。EDM のはた、なんかこう大好きな人間だからさ、ハウステクのエレクトロスイングあたりを一時期ずっと聴いてたから、欲しいなって思って。あとはあれか、ケルトとかもなんか久々に聴こうかなって思って、ケルトもないかなって思ったんだけど、ケルトもなかったんだよね、あんまり数がなくて。なんだって思いながら、で結局どうしようどうしようどうしようってなって、昨日の BGM と一緒。まあまあいっかって思って、検索の仕方が悪いのかもしれんけど、個人的にそのなんだろう、沖縄民謡みたいなのも好きだからさ、そういうのもなんかあるといいな。なんかいい。そうま、英語で検索したらいいかも。ああ、エレクトロスイングは英語で一回検索したけど、それでもやっぱ少なかったね。あと英語弱いから、なんかこうパッと見で、あの著作権フリーかどうかっていうのがいまいちわからんかった。難しかった。まあもうちょっと探してみよう。時間あるときに。なんかプレイリスト的なのがね、YouTube で見つかればいいかなって思ったんだけど、意外となくて。プレイリストとか、あとまとめたよみたいな、作ってる人が、耐久系作ってるのがないかなという。目論見も失敗し。ダメやったね。指短くてキーボードに手が届かん。
なんかこう朝にいい感じの BGM やっぱ聴きたくない？落ち着く感じの。でもまあなんか昼前だしちょっとテンション上げてこっかなみたいな、なんかちょっと難しい時間帯だなとも思いつつも、エレクトロスイング聞いたら目覚めんじゃん目覚めんじゃん。みんなは音楽のジャンル的には何が好きなんだろう。そもさんはインドじゃん。EDM とインドじゃん。他にも好きなのある？実はテクノが好きなの。テクノが好きなの？そうなんや。やね、あでもテクノも一種類いろいろあるからな。種類というか、 なんかテンポ感とかこの音が好きとかさ。ハウスとかのあのなんだイントロすっげー長いやつとかめっちゃ好きなんでね。音が徐々に増えていくタイプのやつ。おおめっちゃ音増えてくみたいな。そうま電気グルーヴ。そうそうそう、今あえて名前出さんかったけど、いいよね。なんだっけ。よしおはよう。あおはようペニー。虹とか、虹いいよな。確か最初に聞いたのがうちエウレカセブンだったかな。あーこら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 やめなさい。やめろ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 。やめろ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 。なになになに、音楽二重なんだけど。あ？あ、二重じゃないわ。うるさすぎてわけわからなかった。やめな。びっくりした。最初のね歌詞ね。でもなんか今パッて歌えんかった今仕事上がりなのかな。ペニー自身はうちはおはようだけど アルル、イナピおはよう。あおはようアルルさん。ルシ、昼飯休憩中。あ昼飯休憩中アルルさん。アルルさん、あはい結婚する。本日のデイリー結婚ありがとう。本日の業務お疲れ様です。アルさんは最近はなんかめっちゃ忙しいの出したみたいな感じなのかな。
この BGM 落ち着くな。チル系ってなんぞって最初思ってたけど、チル系うち好きかもしんねえ。俺チル系のこと好きかもしんねえ。37歳のおじさんの配信に行ってずっとセクハラコメントしてたんだけどさ、クソみたいな申告したけど眠すぎて寝ちゃったんだよな。おじさん構文がね、ちょっとずつね、上手くなってってんだよ。よし、セクハラしながら寝たってこと？器用だな。セクハラしながら睡眠、やばすぎるでしょ。おじさんは臭いからみたいなことを言ってたから、なになにちゃんはとってもいい匂いだね、お花と間違えちゃいそうだよみたいなコメントをしてた。おじさんに、何やってんだろうね。おじさん構文みんな打てる？最初ね、なんかジェネレーターみたいなのを使いながらね、それをこうなんかいじってやってたんだけど、徐々に上手くなってきたわ。うち なんか役に立つかって言われたら全然役に立たんけど、でもなんかおばさん構文になるものもあるらしいじゃん。この間知ったけど、でもなんかふーん、どんなもんやろうって思って見てたら、オタクのインスタコメントじゃんってなっちゃった。オタクがインスタにしてるコメントじゃん。オタク構文じゃんもはやって思いながら、てか妹からの LINE マジ何週間無視してんだろう。うち返そう、そろそろ。よし、お嬢様構文変換サイトもあった気がする。あ、そうなんや。何にでもなれちゃうね。何にでもなれるな、可能性が無限大。なりたいものになれる時代か。なんかこの間服装の話とかしてたんだけど、いやでももうこの年になってこの服なかなかちょっと選びづらいよなみたいなのを言った後に、でも今のご時世そういうのはあんまないかって思って。着たいもん着てもそんなに問題ないのではみたいな。髪色とかもいっかってなっちゃって一人で。いいよいいよって言われて、勝手に自己解決してた。こういう柄のやつ着たいんだよね。でもなんか、ね、年齢的にもそろそろなんか落ち着いたの着ないとなみたいな話をしてて最初ね。
でもなんかメイクに関してはマジでわからん。てかなんかなんならもうメイクで年齢わからん人とかもいるじゃん。もうどうしたらいいんだろうと思いながら。外に出なければいいってこと？外に出なくてもちゃんと毎日メイクしてる人偉いと思うわ。なんかそのメイクが偉いっていうか、なんかちゃんと年齢捨てちゃえば。年齢捨てるか、そうすっか。いや、そのね、メイクしてることが偉いんじゃなくてね、なんかちゃんと毎日そのなんかルーティーン決めて、なんかこう身だしなみを整えてるっていうのが偉いよね。寝癖ボッサボサでさ、スウェットでさ一日暮らすよりさ多分いいじゃん、精神的にも。そういうのいいよな、ちゃんとできる人って思う。よし、家にいるならいいじゃないか。いやねえ、いやそうなんだけどね、なんかだんだんなんか自分が人間じゃないような感じがしてくんだよね。いろんなものを失っている気がするんだよな。いざ外に出るってなるときにちゃんと身だしなみ整えられるかっていうとね。ガクブルガクブル。なんかあれどう服って選べばいいんだっけみたいななってくるわけですよ。よし、お高く詰め出してあげる。マジか。ね、おたかつしてた時はね、まだね、コンサートのためにおたかつしてた時っていうか、あのめっちゃしてた時、毎週どっかしら行ってたんだけど、どっかしら出かけてたんだけど、土日で別々のとことかね、新幹線乗ってどこ、飛行機乗ってどこみたいなやってたけど。もうそん時だってもう体力、自分の体力のなさでおたかつのためにジム通ってたぐらいだからね。おたかつは健康になる。コンサート中に立ってるのがもう本当に立ってるっていうか、なんか踊るのがめっちゃしんどくって、ジム行かなって言ってジム行ってたもん。不思議だよね、アイドル見に行くのにジムに行く必要がある。よし、コールさせてくれ。いやそれな、コールしたいよな、声出させてほしい。ボールもそうだし、なんかちょっとなんか軽くジャンプぐらいはさせてほしいよね。屈伸でもいいんだけど。取り押さえられちゃうから今。
しょう。うし、この前座ったまま踊ってるやついてめっちゃ落ち着かなかった、ルル。そう？まあでもなんか手をさ、胸元よりさ上に上げなければじゃない？結構多いけどな、娘だと多分めっちゃ多いと思うけど。ルシ、椅子がバッコバッコ揺れるのよ。それは激しすぎ。それは激しすぎ。もうあれじゃん、あのチャイルドシートで暴れる。え、そらそう。あの子供用のさ食事、あのレストランとかでさ出されるさ椅子とかでさ、なんかこうやだーって言って立つような感じじゃん。大暴れやん。へえ、そんな人もいるんだね。激しいね。なんか我慢できんのよな、多分な、もう自分でもどこまでやっていいのかわからんみたいななってそう。それか現場が久々すぎてなんかこんぐらいなら大丈夫やろってやってたら注意された。ルシ、暴れたそうにしてたもん、暴れてたけど椅子の上でね。まあ、椅子に立たなかった分まだ理性があったんじゃない。なんかもうなんか曲に合わせて客席動かしてほしいよな。そういう感じにしてほしいよな、映画館とかでやるやつ。今はもう 4DX じゃないんだっけ。どうしようかな、もうちょっと大きい方がいいかな。跳ねるやつね、笑。そう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 、横にグワングワン揺れるやつ、こうなるやつ。上下にもすっごい動くやつね。なんかああいうアトラクションちっちゃい頃めっちゃ好きだったな。なんでだろう。線ができた、あと塗りか。ゆてー、午前6で終わってしまうのではなかろうか。午前って言ってももう午後になるけどね。塗りがあと3つか。でもまあ1個できるか。ライブ 2Dで動くスタンプ作ろうかな。
お、マルコさん、こんにちは。おはようございます。これから塗っていくか。よし。今日ね、そう、昼ご飯食べてもう一回仕切り直しでもう一配信やろうかなって思ってたんだけど、もしかしたら。この配信で一旦作業的なものは他にもあるんだけど、どうかな。あのね、リリ、こんちは。おー、リリさん、こんちは。チスチス、おはようございます。もうこんにちはになっちゃうけどね。DVD とかではなくお絵かき配信ですけど、ゆっくりしてってね。でリリさんのところにあの参加型のあの嵐の人来ててびっくりしちゃった。ほんまにいるんやって思って。リリさんとこだったよね、確か。リリ、あの日はやいち耐久してて、視聴者さん多かったからかも。あー、なるほど、耐久してたのか。まあ、って言ってもね、混んでくれよっていう話よな。なんでそんなことするのって思う。お疲れ様でした。リリ、視聴コメ取られて動画の私の声半切れだった、わらわら。あ、そう、そんな嵐あるんすね。そうそうそう、あの参加して何、救助と救助解除連続でもすっごい勢いでされるっていう嵐があるらしい。てか配信画面がすごいことになっちゃうの。マルコ、なんそれ。リリ、初見参加の人ね。初見参加でね、そうそうそう。マルコ、怖。いや、マジで怖い。リリ、今は初見参加で、煽りとかあるみたい。へぇ、そうなんだ。だからどこでも初見参加 NG のとこ多い。なるほど。マルコ、嵐って何が楽しいんやろ。何やろう、困らせるのが楽しいんじゃないの。リリ、困惑した反応みたいのかなと。そんな感じだと思うわ。何も楽しくないんだよね。リリ、私はそういうのあるって知ってたから、電波リリのくせに冷静だった。わら。えらいぞ。えらい。まあうちもなんか存在自体は知ってたけど。なんかこう、まあ、文章だけだったからほーんって押して、リーさんの動画で見て、うえーってなってた。
そんなにかって思って。まあ、DVD の参加型うちもまあ結構してるからね。リリ動画で見たことあったのよ。あ、そうなんだ。ツイッターでだからすぐに視聴者さんに画面いかなく、あー見ないでねってやってたもんね。えらい。リリさんのところも人多いからな。性別関係なしに来るのかな。リリ知ってるだけで違うから動画見て寄っちゃう人いるかもだけど、ツイートしたいかやく。なるほどね。いやでもリリ、いやほぼ女性配信に出てる。あ、そうなんだ。なるほどね。やるんだったら性別関係なしにね、やんないと。何のお怒り声明なのかはよくわかんないけど。怖いんかな。まあ、それか。普通にキモい。まあね。勘弁していただきたいよね。普通に楽しんでるよね。それです。か、結構パッと画面切り替えられるようにしとかんとだね。その次の配信でも来たよ。え、そうなの？同じ人か知らないけど、嵐の人。へぇー。リリ、先にトイトチッと知ってたから断ったけど。あ、そうなんだ。断るっていうか、もうその人バンせないかんやろ、もう。有無を言わず。ID 変えてくるの。あー、スイッチ ID を、スイッチ ID を、あ、あれか、スチームの方か。でもなんか最初コメントせんと参加ってできんやろ。秋の晩祭り、秋の晩祭りね。コメントした時点でバレちゃうならあれよな。なんでそれやってみようって思ったのかな。聞いてみたいわ。リリ、とりあえずコメント少なく参加しますだけの人は要注意。あ、だからずっと話、ね、いかやく。はあ、はあ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 、確かにそこにそこでしかね。マルコ、ポイントが貯まるとサブギフ10件もらえます。なんの？ああ、それ晩祭り10件もらえるの。多いな。リリ、晩祭り、わら。
バンもさ、極力まあその線でいいなら したくないじゃん、手間だし。どうしよっかな、影の感じ変えるかな。影の感じ変えるか。リリ、ちょっと前はなりすましとかあったし、物騒なゲームですよ。まあ、ゲームが悪いわけじゃないからな。あるる、どこにでもヤバいやつはいる。そう、ヤバいやつが悪いからね。あるる、人気な分の音が濃いだけで。そうね、打率が高いみたいなね感じよね、もはや。リリ、なるほど。そうそうそう。あとはまあ参加型やってる人が多いジャンルっていうのがあるかもね。どうしよっか。あるる、そして悪いのは目立つ。そう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 。どうしようかこれ。ここまでやるか。あるる、こんな神絵師もいることだし、ダイナさんだけ見とこ。え、何？どうした？うちだけ見とく。うちが動いてるだけ。下向いて目つぶってる。画面をひたすら眺められるさ。リリ、嵐の人、中国の方だったのでまた印象悪くなっちゃった。あ、いい人もいる、イカヤク。まあ国籍はまあね関係ないと思うけど、なんかね、イメージ悪くしちゃうからね。なんか自分もやっぱほら、海外の人のとかコメントするときとか、国も基本的に関係ないけど、そう、気をつけたいよね。いや、それも言ったら人口じゃないの、打率の話になっちゃう。あるる、確率だよね。リリ、人数が多い分目立つところはある。そうね。こればっかりはしょうがないですよ。国内でもね、人口が多いところの方が事件多いですからね。よいしょ。打率ね。こんな感じで、じゃあ肌の影どうしよっか。じゃあ肌の影どうしよっか。あるる、神絵師ダイナさんが目立つ。なになに、何の話。インのものなんで。リリ、神。神。
しよっかね。アルル、インのもの、つまりインド人ってこと。ってこと？そうなっちゃう？つまり私がインド人ってこと？ちょっと違うかもしんない。アルル、ガハワガハワガハハ、お読みちゃん、デフォルメしすぎて難しいな。一旦これで。自分でさ絵描いたりとかするの？落書きとか。落書きとかだったら全然なんか普段描いてないけど、絵を描くっていう配信とかはしてないけど、するよみたいな人おると思うんだけど、どう？なんかこれだけめっちゃ描けるみたいなのもあったりするよね。ピカチュウめっちゃ得意みたいな。リリ、前は書いたけど、うん、今は時間なくて書いてないです。お素人の落書きです。時間なくてか。ちょっとまあまあまあ言ってねでもなんかこう、うちはさ、まあ、絵描くの楽しいから、こうやって配信でも書いてたんですけど、アンパンマンなら自信ある。あ、ほんと？わらわら。アンパンマンか。アンパンマンとジャムおじさんのさ違いってあんまないからさ、すげえ書きやすくない？アンパンマン書けたらジャムおじさん書けるよね。リリ、数年前は
は死ぬほど書いてたので、わら。なるほど。めちゃめちゃ書いてたわけだ。いいね。なんかさ、このコロナ禍になってイラスト始めましたみたいな人もいてさ、いいねいいねって思って。とか最近なんか絵が楽しいって言って毎日描いてる人とかもいる。リリ、アンパンマンシリーズと教育番組のキャラを、わら。職業柄的にも役に立ちそうじゃない。あ、でもいる場所によるか、業務内容によるか。いいなぁ。いや、そういうの描けるのもいいよね。子供に喜んでもらえるし。うちも証拠お姉さんのあのスプーとかなら描けそうな気がする。リリ、子供の需要です、わらわら。あ、なるほどね、やっぱね。リリ、証拠お姉さんはやばい、わら。描けるかな。口どんなんやったっけ、口あったっけ。こんな感じじゃなかった。あの人のイラストは子供が泣いたとか。まる子、洗濯回して買い出し終わった。ああ、お疲れ。こんなんじゃなかったっけ。どんなんやったっけ。だいたい合ってる気がするわ。エッチしないよ、 BGM 混濁させないよ。いってらっしゃい。 BGM 一回止めるか。マルコ、こんばんは、カレーですよ、奥さん。リリ、わらわら。こんばんは、カレー、いいな。さすがに耳テロすぎる。はい、いってらっしゃい。カレーか。うちどうしようかな、晩ご飯。なんかキャベツとナスとピーマンめっちゃあんだよな。よし、フリフリ、よしよし、えらい。えらいえらい、えらいよ。何、もう帰ってきたの？うんち？うんちじゃない。最近さ、マジでうんちって言いすぎる。今戻るとこ。あ、今戻るとこ。あ、仕事ね。頑張りすぎず頑張って。お昼休憩の人多いの？もしかして。今日はお休みみたいな人もいると思うけど。アルル、今飯練成してるよ。お、えらい。マルコ、おやすみ。おやすみか、今日。いいね。マルコ、明日夜勤。明日夜勤か。なるほど。リリ、私はスポーツジム終わってシャワー終わったからメイク自家し中。お、めちゃめちゃ充実しとる。いいね。一時期私が目指そうとした
理想の生活じゃん。トラベル用シャンプー、ジムに通ってた時に買って、別に旅行の時に使ってないっていうね。こうじゃないですか。顔がすごいシンプルだな。あ、こんなもんか。次行こう。スプーン出てきた。リリ、シャンプーは事務常設のものを使う女子力の低い女です。わらわら。ゴワゴワしない？結構。まあいいジムだったらちゃんと雨なんかそういうのもしっかりしてそうだけど。アメニティ的な。違う、スプーン開いちゃう。何回やってもスプーン開いちゃう。するけどまた夜に家で入るから嫌って。あ、なるほどね。あ、それはある。まあええかって。常設してないところもあったりするもんね。多分本当に汗流すだけみたいな。マルコ、電気の点検忘れてて今パソコン死にました。え、大丈夫？切れてたのか。電気の点検しないと落ちんの？あ、今日電気の点検あるってこと？あら、大丈夫ですか？マンションの点検の日だったのか。大丈夫か。マルコ、建屋の点検。あー、なるほどね。マルコ、そうです、あるよね、たまに。え、うち大丈夫かな。うちの郵便物なかなか見ないからさ。水道止まって、起きたら水道止まってるとかあるもんね。マルコ、やっちった。やっちったね。今日止まっとる日やんけーっつって。たまになる。リリ、ダイナさんマンション。おじマンション。一応。マンションらしい。リリ、勝手に一軒家に住んでるイメージだった。あ、そうなの。まあ好きな時間に配信してるからそういうイメージになる可能性もあるよな。すげえ叫んでもなんか叫んでるよね、うちって言ってもさ、そうかなって言われるから意外と叫んでないのかも。
一軒家どころかワンルームよ。実家は前一軒家だったけど、いろいろあって。リリ、広い一軒家に一人で住んでるイメージ。何それ。何そのイメージ。ご隠居じゃん。いや、やだよ、広い家。だって移動大変じゃん。めんどくさがり出てる。何色にしよっかな。白かな。そんなイメージも大してなかったし。マルコ、引っ越ししたい。引っ越しね、したいよね。せめて 3LDK に引っ越したいな、うちは。物多いからね。マルコ、わかる。ね。ワンルームだけど、うち11畳か13畳ぐらいあって、でロフトがね、あの天井全然頭つかない、手伸ばしても届かん状態で6畳あるから、実質2階建てなんだよね。結構広い。リリ、私は狭くてもいいから一人で住みたい。好きな時間にゲームしたい。あ、今一人暮らしじゃないのか。そうね。マルコ、キャンプ道具とか部屋に入りきらなくてコンテナ借りてます。あ、そういう趣味持ってると家に入らんからな。収納場所がないしね。うちも実家一軒家だった時とか、普通にあの倉庫っていうか物置あ立ててたもんな。リリ、コンテナすごいね。でもなんか今貸しスペースみたいなのを月額とかで支払って使えたりするからね。物が多い人はそういうのも利用してるんじゃないかな。うちの近所にも結構ある。マルコ、月5000円のサブスク。まあ家賃みたいなもんだよね、ほぼスペースだしね。はさ、どうなんだろう。もうはるか昔の記憶だからな。あ、でもなんかおばあちゃん家、母方のおばあちゃん家が2軒あって、1軒は平屋で、戸建ては掃除めんどくさい、わら。一軒はね、2階建てだったんだな。どっち狭くて。社宅か。あ、だったらそうね、そういうところを使った方がまあまあ割安か。なるほどね。戸建てか、ま
掃除ね、めんどくさいよね。だってうち母親毎日掃除してたもん。朝5時から5時半から掃除バーって。まる子、駐車場無料でテニスコートもあるんですよ。めっちゃいいじゃん。テニスコートあんの？リリ、私も毎日してる。わらわら。マジか、えらいな。偉すぎる。絶対私には無理だ。ただでさえ机周りとっちらかってんのに、家全部の掃除とか無理よ。リリ、やりたくないけど髪の毛とか落ちてるの気になってしまう。あ、めんどくさい。わら、まあ、気になるだけいいよね。掃除サボるとすぐボコリたまるのなんなの、ね、あ、ペペロンチーノうまかった。あ、いいな、ペペロンチーノ。どっから出てくるのあいつら。確かに。でもやっぱ外に出てれば出てるほどホコリってすごい溜まりやすいよな。出入りですごい入ってくるイメージあるわ。つまり引きこもっておけばそんなにってこと？あるる、出入りホコリ。出入りホコリね。出入りね。出入りね。土ぼこり、砂ぼこり。あるる、出入りね、かわいい。なんだ。なんなんだ。かわいいと感じるポイント謎すぎてちょっと面白かったけど今。なんだっけ、ほこりか。でもなんかパソコンとかのほこりもマジでどうやってなんかお前生成されてんのっては思う。な、何故って思う。リリ、ダイナさん、お昼ご飯何食べる？カップラーメンかな。なんかあれがある、赤いキツネと緑のタヌキが、緑のタヌキがある。それか、まあ、インスタント麺か食パン1枚かじるかかな。あるる、赤い緑とキツネのタヌキ。赤い緑とキツネのタヌキ。もうそれ色と動物で分けられてんだよ。リリ、ラーメンか。お昼買って帰るのに悩んでしまって。ああ、お昼か。黒い豚カレー。最近なんかなんだっけあれ、土手煮かな、なんかもつ煮と豆腐一丁煮込んだやつがドーンって米に乗ってるやつうまかった。ネギが散らされててあれうまかったな。お昼ご飯もつ煮今日作る。お、マジ天才じゃん。もつ煮自分であんま作ったことないかも。いいですね。でもさ、なんか昼ご飯にさ、なんかすごい無性にさ中華食いたくなるときない？すげえ酢豚とか食いたくならん？無性に。うちだけか。天津飯食いてーとか。天津飯好き。オムライスも好きだけど天津飯好き。マルコ、八宝菜。八宝菜、うちさ、うずらのゆで卵がさ、そんなに卵系いいよね。好きじゃなくて、卵系好きなんだけど、うずらのゆで卵だけはなんかちっちゃい頃の給食がなんかその
うずらが美味しくなさすぎてそんなに得意じゃない。マボハナス。マボナスいいね。マボナスもあり。八宝菜ね。あ、中華丼とかでもね、久々に食ったらうまかったから、なんかうずらの卵を食べれる、なんか普通に食えるかも今。アルルタラタラしてんじゃねえよの卵バージョンうまかった。なにそれ、初めて聞いた。マルコマーボ系はみんな好き。卵バージョンとかあんの。マーボ系おいしいよね。でもお店で麻婆系ってあんま食べないかも。家で作っちゃうかな。あのクックドゥとかのやつ使って楽して食っちゃう。昼か。なんか最近あるマーボー系配信者名乗れるんじゃないかってぐらい全部自分で作るわよ。え、すごい。マルコ山椒バリバリのしびれるのがいい。あー、視線ね。あるるわかる。うち赤ちゃんだからちょっと甘めのやつがいいな。てか辛いとね、うちね、体に影響きちゃうから倒れちゃうから、あんまり辛いの食べれないんだよな。まあでもカプサイシンの方だからな。いいよ甘いのね。山椒はまあまあ平気。辛いのダメなの。そう、結構いい、なんか好きそうみたいな言われるけど。味噌使った甘めのも好き。いいよね、美味しい。そう、辛いの好きそう、ジェットコースター好きそうみたいなのめっちゃ言われんの。絶叫マシーン好きそうみたいな。もう全部無理なんだよね。辛いのと絶叫マシーンで気絶したこと何回もあるからね。マルコ、ホイコーローと白飯は正義。あー、ホイコーローね、うまいよな。わかる。辛いのは本当に、なんだろう、体調崩して意識朦朧としてベッドに行ってそのままみたいな感じ。そのままっていうぐらいにはダメなんだよな。どうしたらいいですか？基本的なもんだからどうしようもないんだけど。でもね、なんか食べれるようにはなりたいんだよね。あの蒙古タンメンとか美味しいんだろうなって思うんだけど、辛いけど美味しいみたいなのあるじゃん。しっかり味がしてうまいみたいな、それになりたい。あ、でもどうだろう、辛ラーメンが入ったちょっと辛いお鍋は食べれた、ちょっと前に。意外といけるかもしんないっつって
意外とちょっとずつ克服してるかもしれない。辛いの食べ始めたらキリがないから、うん、食べない方がいいかも。そうなの？ジャンキーになっちゃうの？もっともっとってなっちゃうのか。怖いな。リリ、どんどん辛さ求める。辛いの、もっと辛いのっつって。ココイチとかね、こう辛さどんどん上げていくみたいな感じかな。マルコ、辛いの食べると脳内麻薬出て気持ちよくなるからハマるとやばい。あー、なるほどね。ドッパドパなんだ。なんか結構辛いの好きな人って本当にさ、なんかいつも辛いの食ってんなって思う。確かに。すげえ好きじゃんって思いながら。マルコ、あと繊細な味がわからなくなる。あ、そうだろう。そっか、まあ、食いすぎには注意だよね、そういうのやっぱ。和食とか結構繊細な味多いからな。マルコさん、辛いの強そう、わらわら。確かに食ってる人の発言だもんね。マルコ、辛いの大好き、モコチだー。あ、もうごて、お昼休憩かな。モコチ、柏飯食べてるよ。あ、いいな、柏飯うまそう。結構和食が好きなんだよね。さっき中華って言ったけど。リリ、辛いを辛いって読むのやめて。確かに辛いの大好き。そういうタイプの人かってなっちゃう。Bien, arbre ici, je pense. Si c'est pas trop fat.Thank you.
ようございます。声出なさすぎやろ自分。寒くない？マジで寒いんだけど。裏起毛着ちゃってるもんね今。足だけ寒い。こたつ出そうかな。って言っても今まあ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 の気温か。鼻かゆい。昨日からずっと鼻かゆい。寒いからか。寒いと鼻かゆいんか私。寒いからかって言ってるけど。よいしょ。昨日の続きからなんだけど、どうしようかな。線画先にやっとこうかな。昨日1個忘れてたんだよね。よいしょ。2時間ぐらいで一旦区切って飯食ってまた配信再開とかになりそうな気もするけど、何時に寝てるの？朝早い？そう？今日何時にツイートしてたっけ？言うて9時過ぎじゃない？10時ぐらいにツイートしてなかった？早いかな？まあいつもの、いつもってかちょっと前と比べるとあれだけど、でも最近1時ぐらいに寝て、今はちょっと睡眠深い時期だから9時間ぐらい寝てんじゃない？だいたい。早い時8時ぐらいからなんかしてるかな。昨日とか8時だったかな。普通じゃない？なんなら普通よりちょっと遅いぐらいじゃないか。クリエイト、あ、今はそんなでもないのか、ちょい前来早いなと思って。だっけか、7時ぐらいとかの時？5時起きとかはしてないけどな。多分ね、それ寝てないだけだと。昼夜逆転生活してたから、その時かもしんない。えらい早起きだなって思ったら寝てないだけっていう。クリエイト、あ、そういうことか、わら、うん、多分4時とか5時とかそこら辺にツイートしてた時期は多分寝てない。クリエイト、そうそう、その時期、あー、したら寝てない時期だね。てか、なんか、遊んでた。遊んでた時期だね。とか、バロの世界大会見たりとかしてたからかな。そこら辺からだいぶ崩れてたから。
相馬、ふんどし。ふんどし。クリエイト、相馬さん。アバロカ。おはよう。そう、バロンの世界大会見てた。相馬、おへよう。おへよう。バロのインド人の人も実装されたんかな。そうまね、インドの顔してるかな。顔はもう出てたでしょ、ムービー出てたからね。クリエイト、おじさんよくわかんないんだけど、ブアロってあれ木抜きとか狙ってできん、イカ役。そうま、公開されたキャラはインドの顔じゃなかったね。当たればラッキーみたいな感じ。インドの顔じゃなかった。まあ、言ってって感じよな。なんか想像するインド人の顔、ザ・インド人って感じの顔ではなかったかも。確かに、いや、もうバロね最近やってないんだよね。やってない理由は特にないけど。DVD のイベントとかもあったし、まあ、なんか他にもやりたいゲームがいっぱいあって手出せんってないって感じかな。あと、クリエイト、人を誘うのめんどくさくなって。あー、アバウチね。まあ、なんか違うから同時にやってもいいんじゃない？交互に。なんだ。お、レイ君おはよう。ありがとう。あ、クロマキー抜くの忘れてたわ。待って。さあ、これ出てるかな。出てる。レオくん、ダイナチュアン、ルパンダイブ。ダイブしないよ。出るか。あ、出てんだ。すっげー下に出てない。飯テロガチャするとどこに出る？ちょっと待って。裏に出んだ。見えんかな。ちょ待って、これかな。これじゃないっぽいな。でも、あ、いや、でもこれっぽいな。一番上にやっとこう。でもう一回確認しよう。これね、ちょっとチャンネルポイントの確認するわ。あ、クールダウンでした。ここくっつけん方がいいかな。目。え、どこ？出てなくない？
これか、一番上。いいや、ちょっと後で。みんな朝ごはんちゃんと食べた？うちは食パン生で1枚ペロって食ったぐらい、さっき始まる前に。なんかめんどくさくなっちゃって目玉焼きとか作んの。いっかーって思って、オーブンでブンするのもめんどくさくなっちゃった。そうま、食べて偉い偉い。そう、食べんよりいいかなって思って。てかね、正直ね、30分ぐらいねずっと BGM 探してて、エレクトロスイングっていうジャンルの音楽がフリーでないかなって思って探してたんだけど、あんまりなくってさ、短時間流すんだったらいいけど、長時間やっぱこうやって配信してるからね。エレクトロスイング好きね、いいよね。そう、あのうちも CD いくつか持ってて結構好きなんだけど、フリーで作ってる人がおらんから、うーん、そんなにないのかって思って断念して、昨日と同じやつ結局30分40分ぐらい使ったけど結局帰ってきちゃった。EDM のはた、なんかこう大好きな人間だからさ、ハウステクノエレクトロスイングあたりを一時期ずっと聞いてたから、欲しいなって思って。あとはあれか、ケルトとかもなんか久々に聞こうかなって思って、ケルトもないかなって思ったんだけど、ケルトもなかったんだよね、あんまり数がなくて。なんだって思いながら、で結局どうしようどうしようどうしようってなって、昨日の BGM と一緒まあまあいっかって思って、検索の仕方が悪いのかもしれんけど、個人的にそのなんだろう、沖縄民謡みたいなのも好きだからさ、そういうのもなんかあるといいな。なんかいい。そうま、英語で検索したらいいかも。ああ、エレクトロスイングは英語で一回検索したけど、それでもやっぱ少なかったね。あと英語弱いから、なんかこうパッと見で、あの著作権フリーかどうかっていうのがいまいちわからんかった。難しかった。まあもうちょっと探してみよう。時間あるときに。なんかプレイリスト的なのがね、YouTube で見つかればいいかなって思ったんだけど、意外となくて。プレイリストとか、あとまとめたよみたいな、作ってる人が、耐久系作ってるのがないかなという。目論見も失敗し。ダメやったね。指短くてキーボードに手が届かん。
なんかこう朝にいい感じの BGM やっぱ聞きたくない？落ち着く感じの。でもまあなんか昼前だしちょっとテンション上げてこっかなみたいな、なんかちょっと難しい時間帯だなとも思いつつも、エレクトロスイング聞いたら目覚めんじゃん目覚めんじゃん。みんなは音楽のジャンル的には何が好きなんだろう。あ、そまさんはインドじゃん。EDM とインドじゃん。他にも好きなジャンルとかあるか。そうま、実はテクノが好きなの。テクノが好きなの？そうなんや。一緒やね。あ、でもテクノも一種類いろいろあるからな。種類というか、なんかテンポ感とかこの音が好きとかさ。ハウスとかのあのなんだ、イントロすっげー長いやつとかめっちゃ好きなんでね。音が徐々に増えていくタイプのやつ。うおー、めっちゃ音増えてくみたいな。そうま、電気グルーヴ。そうそうそう、今あえて名前出さんかったけど、いいよね。あ、なんだっけ、ルシ、おはよう。あ、おはよう、ペニー。虹とか、虹いいよな。確か最初に聞いたのがうちエウレカセブンだったかな。あー、こら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 、やめなさーい。やめろ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 。やめろ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 。なになになに、音楽二重なんだけど。あ？あ、20じゃないわ。うるさすぎてわけわからんかった。やめな。びっくりした。最初のね歌詞ね。でもなんか今パッて歌えんかったペニー、おはようっていうか今仕事上がりなのかな。ペニー自身はうちはおはようだけど アルル、イナピおはよう。あ、おはよう、アルさん。ルシ、昼飯休憩中。あ、昼飯休憩中。アルルさん、ルさん、あ、はい、結婚する。本日のデイリー結婚ありがとう。本日の業務お疲れ様です。